脱原発の、法制定全国ネットワークの事務局の議長をしております、もしただのと申します。この間の動きにつきましては、今、浜井先生、あるいは会議の先生方から話が出ておりますが、今日せっかく緑色の紙を配っていただいたので、東京新聞になります、これは宮尾記者が脱原発基本法案を提出したことについて、民主党、あるいは他の党さん、これをどうするんだと、こういうその葉っぱをかけた記事でございます。これが3月19日のことでございました。私、あえて苦言を呈させていただきますが、この時から何か進んでますでしょうか。これは国会議員の大越先生方に、新聞ネットワークとしてですね、やはりもっと進めてほしいということを、改めてお話しご要望したいというふうに思います。私たちの河合議員代表 の、 呼びかけ人 の、 話にもありましたけれども、原子力基本法がいまだに、原子力推進を歌っているわけですね。で、私たちやっぱりいろんなところにその目を向けがちなんですが、官僚あるいは原子力村といった方々はやはり法律に基づいてこれ行政をしているわけですね。ですので、そういったところで例えば先日も規制庁の職員が個別の面談をしていたとかいうことで、退職に追い込まれ、しかしそのお友達の大学に天下ったというような報道もありましたけれども、ああいう個別 の、 事件は個別 の、 そのところに目を奪われるのではなくてですね、やっぱりその行政を変えるのは立法国会なんですから、この原子力基本法を含めて、この基本法案をぜひ国会で、提出し、そして審議をしてほしいと。そしてもっと言えばですね、今度の参議院選挙については、そういったその脱原発法、脱原発派の議員を選べるような選挙にしてほしいと。これをそれは選挙区調整など含めて、もうこれは社会選挙でございますけれども、市民の側からはですね、やはりそういうその選挙にぜひともしたいし、そのためにネットワークとしてできることをやっていくということをお誓い申し上げたいというふうに思います。この間の経緯というのはとちょっと時間違いましたが、1ヶ月弱でですね、全く進んでないということをやはり強く言を呈させていただきまして、早急にその民主党さん、あるいは稲野党さんには法案を出していただきたいし、そして審議に進んでいただきたいということを繰り返し申し上げ、そうですね、民主党の党内の動きとか少し分かりますか。一応2030年代の法案を作るということが新聞紙面上には載ってるんですけれども、結論から言えば進んでいないというのが現状ですし、4人がこの民主党内でこの基本脱原発基本法に賛同しているということなんですが、それ以降やはり声はかけているんですが、こう広まりがないっていう実態の中で、頑張るしかないというしかちょっと今は言えないんですが、粘り強く他の先生にですね働きかけることと、あと脱原発基本法のプロジェクトとして立ち上げるっていうふうにはまだならないと思うんですが、その部署がありますから、そこの先輩金の先生に立ち上がってもらうように今働き